とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロライゾンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はランダム報酬タワーやっていきたいと思います。久しぶりだね。21回だけども、難易度はちょっと高めなのでいけるかどうか。うん、やっぱ結構重要な装備ってあるんだよね。それが取れないと厳しい。うん、まずクリアはできないだろうね。まあ、とりあえず行きましょう。どうなることやら。行きます。よし、ではサイコロ振ります。6、名もなし。1、2、3、4、5、6の10で順ですね。サイコロを振ってそれを取っていきます。今6だったので、何もなしですね。はい、結構重要なアイテムがありますので、そこは外したくない。うん、で、できれば地雷とか強いアーティファクトを取りたいよね。じゃないと勝てない。もうすでに最初の、あぶね、汚染された種、あれを取れてないのよね。種取れてないのは結構痛いと思うんだけどね。いや、いけるか、種ぐらいだったら。危ない。あ、もう思いっきり食らってる。どこ、そっちか、変なとこ行くな。はい、2回クリア。います。3、当たり当たり。これハープンないと厳しいのよ。 OK、ハープンくれば結構楽。ただ矢がいっぱい出てくれないとちょっと運用が難しいところ。いきまーす。おい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 、ちょっと待て。あー、ちょっと、あー、いや、もったいないか。ちょっともったいないかな。できるだけ節約していきます。いや、節約行きたくはないな。ガシガシ行きたい。出る出る。うん、矢は使えば使うほど出ると思う。6、何もなし。あー、いいか。意外と羽があったりすると面白かったかもしれないけど、まあ無難な感じですね。矢の数も残り42本。いける。いや、分からん。あとあとほんとね、必要になるのよね、矢が。特にこのランダム報酬だったら、まあまあいいやつが出るかどうかやけどね。よし、オッケー。いいね。ちょっと待て、3入れとこ。うん、3入れといたらいいよ。オッケー。まあまあ、まだ全然楽勝ですね。いきます。2、2。うー、ちょっと外れた外れた。どっちが欲しかった、雷か地雷。剣か、剣初めて取ったぞ。いや、アーティファクト1個もないのもきつい。いやー、マジでアーティファクト1個もないっていうのはボス戦がものすごく辛い気がする。 OKOK、まあ、ここはね全然いけると思うんだ。というか矢が出てくれ。全然出ない。まあ、今シーズンタワーのね、箱、あれは結構あるのよ。なのでマシな方とは思うんだけどね。
しゃあ、もう答えない。矢が出ません。いきます。1、何？ええ、ちょっと待って、これ耐久力ないでしょ。うわ、マジか。まあ、ポーションバリアはあるけど厳しいな。これでしょう。あ、ミスった。最悪だ、最悪、ミスったわ。黄金にする前に入れるの忘れてた。もう最悪だわ。あ、でもまあまあいいや。で、ここでポーションバリアも入れて、何がついた？火属性か。厳しいな。OK、 はまってくれ。よし、ナイス。 OK、 はめた。いや、もうむしろこれがないと勝てないよ。これがないと勝てないんですよ。 OK。 でもこれ、あのスイッチでもできるのかな。どうなんだろうね。プレステ版ではこれ結構簡単にできるんだけども、スイッチ版はどうなんでしょうね。 OK。 はい、ちょっとずるいけどはめて勝ちました。振るの忘れてた。振るの忘れてた、ごめん。いきます。1。はいはい、氷の杖ね。武器が良かったけども。振るの忘れちゃダメだね。次からは忘れないようにいきます。いやいや、まあまあ、とりあえずね、最初のボスはいけるっては思ってたけども、次だよな。次から、問題は。よし、ここでクリーパーをうまく使っていく。あぶねえ、まだいるっしょ。いけ、ナイス。いいんじゃない。オッケー、すごくいいよ。で、これしかも矢が出る、ありがたいね。よし、でも敵からの矢が全く出ない。ナイス、いきます。6、何もなし。うわー、ちょっと、あ、いや、いいか、いいか、いいか。いや、ゴーレム欲しかった。ゴーレムは欲しかったな。うわ、厳しい。厳しくなってきたぞ。よし、あぶね。よし、いや、これきついって。矢を使っていかないとまず無理。ちょっと待て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 、ゴリゴリ減るぞ。よし、矢出ないね、本当に矢が全く出ない。なんてことだ。スライムからだいたい一つぐらい出るっしょ、いつもは。なぜ出ない。いやー、こいつ戦うのもきつい。よし、終わり。んで、こいつでおしまいか。いやー、厳しいぞ。いきます。4。まあ、来る、まあ、来る。いやー、よくない、全然よくねえよ。こっちの方がマシだ。もう矢を フル稼働して戦っていくしか、もう
勝ちパターンはない。よし、あ、ナイス。バカ。あのクリーパーちょっと待って、あ、火属性でダメージ食らって光ってたのか。そういうのやめろ本当に。あ、あぶねあぶね。いやでも下に潜って正解だったのか。よし終わり。あ、火属性のハープーンいいぞ、強えぞ。いきます。 3?3? いやー、いや違う、こっちだろう。ソウルなしで使えないからね、まずね。ちょっとなんとかしましょう。いやこれひでえ、これはひどいぞ。あぶね、待て。いやきつい。ちょっと待て、うわーちょっと待て、無理無理無理、あぶねえ。食い物食い物、よーし。いやきつすぎって。これでちょっとずつ減らせ。あー、ハーベスターまだ使えないんかい。くわもうすでに超ピンチなんだよ。よし、あーもうそんな攻撃すんな。で終わりだ。よし、あれまだ、あ、お前がいたんかい。いやー厳しくなってきた。武器欲しい。いきます。 1? きついぞ。あー、タンブルビー入れるか。ちょっと待って、最後の叫びでしょと、武器、あー重力、ちょっと重要なやつちょっと入れよう。これでいこう。うん、蜂があるとね、まあ若干なりとも楽になるんで。うん、重力いいね、重力いいね、いいよ。タンブルビーも3欲しいね。確実に出していきたい。出ない。 OK、 よし、OKOK。 あぶねえ、もうあぶねえ、もうきつい。いや今の最後の叫びナイスだったよ。よし、いやいけた。いや今の最後の叫びほんとよかった。いきますね。 4! 4! 最悪だ、最悪。いや むちゃくちゃ弱いやつになったじゃん。これ何あげる、何あげる。いや、これあげないとやられるんだよね、どうしても。ライトは何がついたっけ。あー凍結耐性か。まあまあ今シーズンね、冬だからいいんだけど、凍結耐性これ 100% じゃないからね。 100% 耐性だったらいいけど、なぜ 50% とか中途半端なのかね。
や、きついって。ちょっと待て。無理やぞ、これ。とりあえず、毒の雲でダメージ与えて、ノックバックしないよな。うん、オッケー。いや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 、おい、いや、きつい。まあまあ毒の雲でちょっとはダメージ与えれる。いや、結構ダメージ入るか。オッケー。ああもうよし。そこきついね。毒の雲をそこに置きたい。OK。 よし、倒したしよう。いや、この弓なんとかして。この弓はちょっと弱い。いやいや、武器ももうこれきつい。いきます。2、頼む、なんか来て。2番。あー、無理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 。これ厳しい。いや、なんもないもん。いやー、ボス、そうね、凶暴化ぐらいか。これでいきましょう。いやー厳しい。いや、まずイリュージョンは倒せないでしょこれ。いきます。いやー無理だわこれ。あ、もうとてもじゃないけども耐久力が全然足らんし。いや、これはもうこれ厳しい。これ積んだ。これは積んだ。ハーベスターがたまればワンチャンあるかもしれないけどね。で、ブラインドをなんとか乗り切ろう。ブラインドを乗り切って、うわー、ダメだ、ダメだわ。耐久力がマジで足らん。経験がないととてもじゃないけど耐えれないのよ。花火一発で行くもん。いやー、きついきついきつい。これどうしろっつうの。あー、もうラストです。ラスト。いやー、なんかない。いや、なんもないんだ。もうなんもねえんだわ。速射のクロスボウもね、これダメージ全くないしね。いや、無理だ。与えれてこんぐらい。うわー、いや、これ無理無理無理。はい、それでは戻ってきました。いやー厳しいです。やっぱり装備が全然だと積む。勝てないもん、あれには。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。